朝日新聞沈黙の訳虐殺したのは元大使が自説とはいできます穏やかな口調が時折熱を帯びた毎日毎日プーチンの悪口ばかり最近はブチャで虐殺した後あれ虐殺したのはウクライナの軍警察当局治安当局ですよ4月9日東京都文京区の区民センター2005年から8年に駐ウクライナ大使を務めた馬淵睦男は講演会に訪れた約260人に向けて言い切った記者も講演を聞いた ウクライナのブチャで見つかった多数の民間人の遺体をめぐってはロ,ロ,シア側がロシア軍が掌握していた間暴力行為に遭った住民は1人もいないと主張。 だが遺体はロシア軍の支配下にあった3月中旬から存在した可能性が高いことが衛星写真の分析で判明し多くの国々はロシア軍による虐殺とみなしている世界を陰から支配する勢力ディープステートがロシア支配のためにウクライナを利用してプーチン大統領に戦争を仕掛けた馬淵は講演会でこうした言説を展開した記者は講演会後に馬淵に取材を申し込んだが受けないことにしている短い時間でお話し,しきれないと断られたそして自らの言説について著書では秘 密情報に基づくものではなく公開情報をもとにしていると説明周囲には体感して外務省の情報が入らなくなってかえって惑わされなくなったと語っている <laughs> 逆,だ <laughs> <laughs> 逆だろうというつぶやきが <laughs> <laughs> 同期の外務省 OB はウクライナ侵攻を陰謀論で語るべきではないと強く意を唱えこう突き放した。 こんな根拠のない話を誰が信じるのか広まらないでしょうそうだよね根拠があればまだあれだけど根拠がないんだもんねそう痛いわね、えー、講演会の後参加した女性は外交官としての見地に基づいて分析されているので説得力があると満足そうだった女性は出版社の編集者として学術書の出版に携わってきた10年ほど前書店でたまたまマブの著書を手に取ったというなんかすごい呼び捨てだね朝日新聞でこんな偉そうだっけマブチ氏とかでしょ普通。 いきなり呼び捨てだよね。 高度な情報収集力を持つアメリカがなぜ2001年のアメリカ同時多発テロを妨げなかったのか不思議に思ってきたが背景には超大国をも裏から操る勢力の存在があると考えれば辻褄が合う気づきを与えてくれたまぶの本を友人にも勧め仲間はすでに5人に増えたという新聞しか信じなかった人も考えを改めてくれたツイッターなどでプーチンを批判する著述家の古谷恒平にはまた呼び捨てかよ <laughs> 嘘を書かないでほしいウクライナの大統領はディープステートの 操り人形といいたたメッセージが30件以上を届いた大半が根拠として真淵の名前を挙げたり動画の URL を貼ったりしているという4月反ワクチン団体ヤマト9会のメンバー5人が新型コロナワクチン接種を行っていたクリニックに立ち入った建造物侵入の疑いで警視庁に逮捕された。 クリニックに居合わせた患者は院長を出してくださいと看護師に迫る姿を目撃集団で威圧されているようで怖かったと振り返るこの団体は前アメリカ大統領のトランプを支持し陰謀論を信奉する集団が日本に派生した組織とされるアメリカでは昨年1月連邦議会議事堂が襲撃され5人が死亡する事件発生襲撃には陰謀論を信じる信者も加わっていた根拠の乏しい言説を信じる人たちについて 古は意味のわからないことを言ってる人別世界の人たちといった見方をするのは危険だと警鐘を鳴らす陰謀論に染まった人の背景には何かがあるかもしれない人格ではなく誤った事実に基づく言説を否定し続けなければならない。<晶>略 <laughs> ですって。 虐殺したのは、ウクライナ軍でしたっていう、マブチさんをいじる記事が出ました。ついに朝日新聞までいじり始めたかということです。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時日々の新聞から話題のニュースを取り上げわかりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね